お疲れちゃんです、ラットです。ということで今回もクラッシュラでやっていくんですけど、今日はですねこちらゴムスパレージのダークプリンミニピガタネやっていきたいと思います。いつも僕スパーキー使うときに多分エリババをねよく使うんですよ。なのでここのダクプリミニペが、まあエリババヒースピですねをよく使うんですけど、まあ、ダクプリミニペ型はねあんまやったことがなかったので動画内でね、はい、今日はやっていこうと思います。で一応マザネクの枠はエレキのバージョンもあります。まあそこは好みかなと思うのでお任せします。というわけでやっていきます。でゴブスパでこれだけ押さえときゃ結構勝てるようになるよっていう一つ技があって、まあそれがですね、ケツスパーキーは皆さんよくやると思うんですよ。相手のね、ユニットに対してスパーキーだったり、エリクスアドバンテージ取ったらケツスパーキーだったり、まあとりあえずスパーキーだったり、あのスパーキー出すと思うんですけど、スパーキーの、まあ、前にね、やっぱゴブジャイとか、まあそう盾を出したいのはわかるんですが、出さないですね。はい。ケツスパーキーやった際に、あ、これ思ったより痛いか。あ、これは出すんです。あ、待って、やばい、やってもうた。事故、これは事故です。ケツスパーキーやった際に逆サイドのゴブジャイミニペがめっちゃ強いです。これ覚えててください。ケツスパからの逆サイゴブジャイミニペですね。もうそれできるだけでなんか勝率バカ上がるぐらい強いです。さあ、まあこれは1本おられたんですけど、さすがに相手もコスト使ったんで1本もおらいっていう。でどういった場合にじゃあ逆サイゴブジャイミニペするのっていうので、まあ、基本的には同サイでいいと思うんですけど、相手が陸ユニットですね、正面衝突した場合にスパーキーが勝つユニット、例えば今相手だったらマスケット重視ですね、ケツスパーキーして相手が同サイドにケツマスケ来たよ。じゃあその場合そのままスパーキーとマスケが打ち合ったら僕のスパーキーが勝つんですよ。相手がね、まあ、ザップとか何も打たない限りは。で打たせない状況を作ってしまえばじゃあスパーキーがね勝つよねっていう話なんですよ。だから逆サイゴブジャイミニピを行くと相手はゴブジャイミニピも守んなきゃいけない、でスパーキーも対応しないといけないけど、そんなスパーキー対応してたらゴブジャイミニピがね通らない止まらないので、ゴブジャイミニピがバカ強いと思ってください。スパーキーを通すというよりかはね、もうミニピゲーだと思ってもらえるといいかなと思います。そういった場合で、まあ、相手が基本的に陸のまあなんかしょぼそうなやつを抑えてきたらやってください。で、相手が空ですね。後ろからメガゴとかね、ベビードラゴンとか合わせてきたときは、やんなくていいと思います。そしたら、無視、逆サイド行ってしまうと、なんて言うんだろう。簡単にね、スパーキーがメガゴだけでとか、空だけで対処されてしまうので、まあ、行く必要がないね。相手が陸で、まあ、なおかつスパーキーが1対1で勝つ、ユニット出してきた際は逆サイド行ってしまうと、まあ、ゴブジャイミニペも刺さるし、あとはあれですよね。いや、これザップ打たなくていいか。スケルトン部隊に打ちたいですよね。スパーキーも勝利するんでね。ゴブジャイミニペも刺さりながらスパーキーも刺さると。まあ、両サイ攻めになるって話ですね。さあ、これ一応ザップだけ構えてしまえば俺の勝ちじゃないのか。こんにちは。ぴょん。で、キングもワンチャン狙えそうなので、ちょっとキング目にね、レイジも寄せてあげて、さあ、ミニペが入ってナイス。スパーキーも入ってナイスと。というわけで、まあ、相手のユニットレスター、スパーキーが1対1で勝てる相手が出てきた場合に逆サイド攻めるっていうのをこれ覚えてください。まあ、スパーキーデッキってやっぱ形を作ったら強いんですよね。ゴブジャイ、スパーキー、メガゴレイジ。作ったら強いんですけど、まあ、両サイドに攻めても強いんですよね。っていうのを、まあ、知ってるだけでも勝率はすごい上がると思います。さあ、まあ、ここはね、言うのに対しては、まあ、陸でね、抑えていきましょう。ワンチャン、始まりマジアチャ来るぐらいかな。で、まあ、言うのってことは、まあ、ペッカ。いや、もう、どっからどう見てもペッカって感じで、ペッカだと思います。さあ、これは相手がミスってる。これ一応ザップ打っといてあげないとね。よいしょ。ペッカ工場ですね。で、ペッカ工場は、エレキが天敵ですね。スパーキーにね、ズシーンってやられてしまうので、おお、エレキさよならした。で、そのエレキを、まあ、踏んでくるであろうタイミングで、いや、これ許容します。というのも、今相手は、なんかね、出す必要のないマジックアーチャーを出して、ユーノも出してるんですよ。7アドぐらい取ってます。これは多分、わかる人少ないかもしれないんですけど、鬼アド取ってるので、まあ、もしここでペッカ来ようが、ゴブジャイミニペレイジか、まあ、ゴブジャイミニペは組めるので、結構ペッカをね、ボコボコにできると思います。
で、エレキがもし来るなら、いや今回来ないんですけど、来るならこのタイミングとかでメガゴを追加してレイジとか打てると熱いよねって話。いやもうミニペバケモンやん。ペッカはね、あの子が、いやマジで子が親をね破壊していく。いや切ねえ世界だこれは。さあペッカね、バカか火力高いんでね。さあよいしょ。まあなんで、まあユニット追加するタイミングとかも大事になってきます。相手がペッカだとゴブジャイスパーキー組んで、ちょっと待って、メガゴ出せるけど、ちょっと待って、相手がね、スパーキーに対してエレキを当ててくるであろうタイミング、まあ、スパーキーが橋渡ってから、メガゴミニペ追加みたいなね、ちょっと遅らせて、相手のユニット誘って破壊するとかも、結構技としてはね、大事になってくる。まあ、とりあえず、おお、思って、俺、同じクランの人だった。よろしく。これは、今、サバークランでね、そう、違うクランにいるんですけど、自分のクランの人と当たった、初めてだ。初めてすぎる。で、これ、エレスピアのキング起動したいんですけど、キング起動できるカードがさ、ねかった。ねかった。スパーキーとかゴブジャイでできるけど、スパーキーとかゴブジャイ使ってのキング起動はさすがにもったいないよな。さあ、そして枯渇ですね。まあ、枯渇は、まあ、マザーネクロがね、生きてくるんじゃないかなと思います。マザーネクゲをしたいですね。で、あとはスパーキーは別にそんな活躍しないと思っていいですね。なんかもうほんとゴブジャイ。ゴブジャイユニットレイジで結構あのボコボコにするよっていうイメージでいいと思います。さあインフェ、まあここは突破できないですね。インフェにね攻めザップを後半は打っていきたいよねっていう、まあそんな感じかな。さあとりあえずユニット出して、あとはマザネクゲーね。インフェバルキリーの、まあ他の中身にもよりますがって感じか。さあ、あのプリンちゃん一生残りますからね、僕は。で、あとゴブリンバレルはできるだけユニットで防衛したいね。さあ、マザーネクロ。ユニット、ユニット、ユニットゲーでね。あの、プリンセスどうしようって感じなんですけど。おー、そっち来た。いや、これはワンチャン行ってもよくて。からの、一応逆サイもね、ちょっと処理したいんで、逆サイをこれ出して。バルキリーないんですよね、今。で、いや、いいザップじゃない？ミニペも通るし、さあ、両サイドが通っていく。で、これ残ってるんで、レイジしてあげて、できるだけダメージを稼ぎます。いや、いいね。やっぱ、マザネクの豚がね、インフェの竹取ったりとか、まあ、マザネクゲーなんですよ、結局。さあ、ここはある程度ダメージ受けるものの、まあ、もう最低限ですよね。一本折れてるんで、まあ、でかいよねっていう。さあ、で、スパイキー今んとこ出してないんですけど、まあ、枯渇相手は出すならもう高めですね。ロケ打たれるんで、それかもう出さないでいいと思います。で、ここちょっと迷ってケツゴブジャイです。ユニットから行ってもよかったんですけど、ユニットから行ったとて、結局、相手のプリンにね、全部美味しくいかれる気がしたんで。さあ、ミニペ出して、あとはバレルはもうマザーネクロですね。か、メガゴか。で、できるだけ守りたいよね。うん。さあ、で、この辺でユニット溜まってるあたりでぶっぱします。この急なね、レイジぶっぱがもうマジ強いんでね。で、さあ、ミニペッカとかも添えてあげて、どっかが折れます。どっかが折れてほしいっていう祈りも込めてね。さあ、ザップ打って。いや、若いよ。いや、ウッドがね、若い。さあ、あと96。俺の負け筋端プリ。で、これでロケ打ってくれたら、まあ、コストなくてね、勝ってるよねっていう、さあ、グッドゲームです。まあ本当スパーキー出したっけって感じなんですけど、まあスパーキーデッキであるものの、結局ダクプリ、ミニペイ、マザニク、レイジー、ゴブジャイが強いので、まあそこでね、プレッシャーかけれますよねっていう話ですよね。さあよろしくね。なんかプリンセスがやっぱ残ると厄介ですけど、まあ落ち着いてね、なんか対処するかもう無視すればいいと思います。変にコスト使う方がね、やっぱ一番苦しいんでね。さあというわけで、とりあえずスパーキー出していきたいっすよね。おいしい。もうこれですね。なんかこういった場合に、対面でお互い何もしなかったら僕のスパーキー勝つんで4アドになるんですよ。で、もうその瞬間逆サイゴブジャイミーペが成立するっていう。あ、これです。これ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 。相手がムート出してるんですよ。ムートとスパーキーこれ打ち合ったら、うん、スパーキー勝っちゃうんですよ。だからここで逆サイ行くことによって、相手は、あ、そうなんです。スケダラもう冴えちゃってるんで。よいしょ。さ、これでもう落ちるわけなんですよね。で、一応レイジムってダメージちょっと稼ぎたいですね。今回の相手はムーとオリ、スケドラのロイフグなんですよ。だから、
まあ、結構鉄壁、結構鉄壁で厄介なんで、いや、ここで折れたのはでかい。今のですね、もうスパーキーとムートが打ち合った際に絶対スパーキーが勝ってくれるんですよ。だからそっちに援護する必要はなくて、相手があれスケドラから来てたら、まあ同サイドゴブジャイから行ったんですけど、援護する必要がなかったんだね。オッケーオッケーオッケー。いや、熱い熱いね。ああいう状況の時に逆サイゴブジャイミーペですね。それするだけで相手はきついです。まあゴブジャイミーペの方に防衛来たら防衛来たで、あのスパーキーが結局ムート打ってくれるんで、相手の攻めとしてはカウンターがそんな来ないんですよ。だからもしそこで僕の攻めが通んないパターンも全然あります。相手がねゴブジャイミーペ防衛してきて通んないパターンもあるけど、でも別にそれですごいカウンターが来るわけではないので、俺も通んないけど相手も別に通んない、ただそれだけなんでね。さあ、まあザップぐらい打ってあげてもいいな。これだってスパーキーに対して相手ウッドだけだと足りないと思うんで、もう一枚ぐらいね、しばけそう。ファイバーか？おい、さあ、美味しいっすね。で、まあ、ファイバー使ったら、後ろマザニクでね。っていう、これ2倍タイム入ったら意外と怖かったかもしれないけど、まあ、スパーキー無双も説あるね。さあ、ゲッツスパジャキンと。で、逆サイロイフグは、まあ、ダークプリでしっかり受けていきましょうよって感じでね。さあ、これも、ダークプリ出しといてもいいね。うん。さあ、で、これは、もうここでやってね。いや、こういうのはもうね、行っちゃっていいよね。で、メガゴまで添えて、しっかりレイジね。よいしょ。いや、でも、折りがちょっと強いよね。で、もうここで僕はやりすぎないですね。あとは相手のやっぱカウンターが来るので、しっかりね、防衛の構え。どっち来るかわかんないけど、まあ、なんとなくスパーキー出して、多分逆サイにね、ロイフグドーン。これは、一応もう、事故らないように、しっかりね。事故だけ警戒して、OK。硬いな。スパーキーのユニット全部硬いから。相手のスペル大抵耐えるのでかいね。さあ、ナイス。というわけで、やっぱ逆サイでゴブジャイミニペがマジで強いので、ぜひやってねと。さあ、よろしく。シャトルラン。いや、マジで嫌いだったけどな、シャトルラン。する、名前にするってどんだけ好きやねんっていう。なかなかのね、特殊だな。さあ、ラバですね。ラバに対しては逆サイケツスパーキーでゴブジャイでもう一枚で、まあ一本とりあえず折るのが正解なんですけど、まあこれ逆サイゴブジャイがないっていうのは、まあ僕的には泣きたいですね。正直泣きたいレベルで、まあここはね、落ち着いて、相手のユニットがタワー殴ってからでいいので、丁寧に守っていきます。さあ、で、まあここはね、もうしょうがないですね。このダメージは。まあでも、いっぱい舞台になってくれるんでね、このカウンターをしっかり決めていきたいですね、僕は。さあ、いや、これミニペだったかな、これメガゴじゃなくて。で、多分相手このカウンター止まんないと思うんですよ、普通は。ヤナメかファイブか分かんないんですけど、あー、そういう系か。いや、これユニット追加でよかったかな、まあまあまあ、意外と。舞台慣れ？いや、マザネクのさ、頑張り次第なんだよな、これ。いや、思ったより頑張ってくれなかったな。いや、でもなんかこっそり殴ってるやついたわ。さあ、ナイス。で、これ、ババにまで届くのかな？このマザネク。いや、届いた。熱い。いや、これは熱いね。ババのダメージ抑えれて、しかも豚も作れて、で、檻があったよね。檻があったから、まあ、ここは行く必要ないか。ラバ掘りの縦線ではなくて、バババージョンですね。今回のバルーンはないと思います。ラバディガーの縦線をババにしたバージョン。というわけで、まあ、1本も折ってるから、折ってねえな。まあ、両方折れそうですね。まあ、ゴブジャイスパーキーのダックプリミニペレージぐらいでぶっぱすれば、まあ、1本折れると思うんでね。とりあえずぶっぱですね。で、これ空相手にはね、やっぱ逆サイっても無駄になっちゃうんでね。で、もう陸ですね。ババとかをやっぱ突破するためには、こういう、硬いユニットいっぱい入れないといけないんでね。もうゴリゴリでいってね。さあ。で、ゴリゴリでね、いけちゃうもんなんですよね、それがまた。このザップもダックプリもいらなかったっすね、正直。まあまあまあ。なんか、意外とね、陸ぶっぱすると、思ったより突破できるもんなんですよ。で、しっかり、やっぱ中身いるかどうかが大事っすよね。中身というか、ダックプリとかミニペがいる状態でのレイジ。じゃないと、まあ、いなかったら弱くなっちゃうんでね。さあ、これも僕はあんま守る気がなくて。さあ、ほぼだけやってほしいな。ほぼだけやってほしかった、ちょっと。
そう、ホバだけやってほしかったけど、まあまあまあ、あと620年。一応、マザネクとかが生きる、マザネク大事に行こう。さ、逆サイ来た。いや、逆サイ来たのちょっとやだな。まあ、ケツ、背中からね。背中でね。さあ、で、延命してあげて、まあ、ザップも打ってあげて、マザネクが残ってるからな、これ。いいね。で、キングは多少許容はできると。まあ、形組めれば俺のもんなので、まあ、そこまでちょっと焦らずね。で、スケドラ、あれっすね、ホバとかをやっぱやりたいよね。こっちで。よしよしよし。で、これもう勝手に、ね、カウンターできてるんで、で、ディガーはダックプリかミニペある方で拾ってあげて、気づけばこのね、ゴブジャイミニペだってあれ、やばいっすよ、あれ。ゴリ入るんで。でね、あっちに対応しないといけないで、これ、いや、結構熱いな。これ、オリー使わせながらの、僕、右を攻めたい。これ。オリ使ったんで、ゴブジャイが単純に止まんないよね。ババも使っといたらね、回ってくるから、これで。さあ、もう、ブッパの、さあ、ナイスと、まあ、相手が矢の雨だったと思うので、多分矢の雨見てねえけど、マザネクとかね、その辺が生き残るよねってしっかり延命してあげるのが大事かな。なんかスパーキー結構サンクラが取れちゃうから、1試合がね、軽いっすね。早めに終わっちゃうっすね。さあよろしくと。まあ延命大事っすね。今のも、やっぱマザネクは結局、ダックプリとか ミニペで、当ててくるディガーをね、拾って、しっかり延命してあげたっていうのがでかいので、やっぱ対空がね、マザネクメガゴって残れば強いですけどね。残んなかったら2体しかやっぱいないので、ちょっときついわけですから。しっかり延命してあげて、延命してあげればね、化けますからね。しっかり延命大事に。ここケツスパーキーあったらもう神でしたけどね。まあ、なんなら勝ってたぐらい。そう。さあ、で、これダックプリで延命してたら、結局、なんだろう、相手のハンターで美味しくいかれちゃうんだよね。延命せず、マザネクを捨てます。アイゴレ、あ、これスケフリーズね。この相手のデッキ。スケラフリーズです。ちょっと高めに出していきます。間に合うかな？やべ。これ間に合わなかったのやばいのと、あとデリバリーかな？なんかいるんですよ。マスケハンターアイゴレプリンス、デリスケラフリーズみたいなのを使う人がいて、多分その人なんですよね。いやあ、でもスケフリだからマザネクは生きるね。マザネクは生きるけど、まあ、このデッキ単純にプリンスの受けがしんどいかな。で、ミニペーちょっと取っとこうかな。ちょっとできるだけ低コストで守ってね。まあ、スケラはマザネクっすね。マザネク徹底だけど、マザネクを他で出していかないとカードが回らないっていう説もある。さあ、からの、まあ、マザネクになるとフリーズくるよね。いや、これは美味しいね。さあここは戦ってもらって、よし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 、相手もまあそんなミニペとかの受けが優秀ではない。アイゴレがあるぐらいか。いや、マザネクいるのでか。ここでまあ逆サイなんかフリーズとか来てもマザネクあるし、さあマザネクゲーでいこう。プリンスが嫌だね俺は。しかもデリバリー持ってるからな。まあ、これもワンチャン逆サイドを攻めるっていうのも結構大事なんです。だフリーズっすね。ああ。こうなった時に意外と勝てないのかな。あと無理しないのが大事。さあ、なんか思ったよりですね。やっぱ逆サイっすね。このスパーキーの逆サイゴブジャ行きたいんだけど、なんか残ってんすよね、あそこにハンターが。今フリーズ来る。来るけど、ちょっとずれて、突破できねえのかな。一生守られるとね、やっぱ逆サイっすね。間違いなく逆サイなんですけど、いや、これはちょっといいんじゃないか。で、ダクプリはワンチャン前につけてもいいぐらいなんだけどな。さあ、あれだって、さっきのね、理論でいくと、ハンターボコボコにできます。で、レイジからのフリーズ使わせて、ブッパ。
いや、同歳かこれ。あ、待って、俺ザップミスった。マジザップミスった。芝ザップしてもうた。いや、でも、よしよしよし。いや、いいね。これプリンスの年入んなよ。入ったらマジ。わあ、入るか。いや、マジで完全フラグだった、今。バカや。逆サイアイゴですけど、ワンちゃん。アイゴレねえか。いや、結局やっぱ逆サイ攻めがいいね。いや、これ持ってね。なんか繋げればよかったっすね。いや、でもいい。これ結局スパーキーの受けが相手きついんですよ。で、行ってからの、しかこっちもね、ユニット追加してあげるといいかも。いや、オッケー。で、デリバリーを落としたい。落としたいよね、相手は。ワンチャンフリーズ来る。いや、これスパーキー。入るんじゃね？撃て。撃てや。さあ、マザネグショット使っていこうかな。初登場。マジで初登場レベル。相手単純にこの、なんかダクプリミニペとかが辛そうなんだよね。ちょっとダクプリミニペゲーで、事故れる。で、スパーキーが入る。いや、ミニペも入る。オッケーオッケーオッケー。スパーキーデッキだけど、鬼の両サイ攻めっすね。いや、これ勝てたらマジでけえな。ちょっと途中あたふたしちゃったんすけど、まあ、やっぱ片サイドだけだと、フリーズとかデリバリーとかでね、綺麗に防衛されるので、両サイやっぱ振るのがね、激アツです、皆さん。はい、というわけで今日はゴブスパの、まあ、ダクプリミニペガだね使ったんですけど、まあ、いつもエリババだからこそ、まあ、逆サイ行ってもねエリババだけとかだったんですけど、今回あのダクプリミニペ、ダクプリミニペで、まあ、2枚いるので、まあ、ケツスパーキーで逆サイゴブジャイミニペからの、まあ、その同サイドに、まあ、レイジ打つなりメガゴ追加するのもありだし、逆サイゴブジャイミニペで振りつつのスパーキーの前にダックプリを添えてあげてるとかね。まあな、みたいな感じで、両サイドしっかり攻めることができますので、しっかり皆さんね、両サイ攻め覚えてみてください。よければこのスパーキーデッキも使ってください。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。